シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よっとだけはバルキリー艦隊で12億やっていくってやつで。ちょっと待って、なんだこれ、やめろおい、ちょっと。ウィースル妖怪羊サタン誕生。そんじゃやっていくんだがよ、今回こいつ友情がめちゃくちゃ強化されてよ。あ、アラビタマちょっと貼ってくれ。あげってあげって仕方ねえんだ。ステータス右側に押しとくぜ。でこんな感じになってんのよ。でこのウェーブがヤリアにそう貫通して食らうのよ。で本来はあのドラゴンたち倒して上のキャノンベースに当たって倒さなきゃならねえんだが、まあ、それを無視していけるわけよ。でもちょっと今使ってみて思ってんだが、クロスウェーブって当てるのめちゃくちゃ難しくね。クロスウェーブ難しいわ。なんか十字はだいたいイメージつくのよ。ほら当たらねえ。あれこんなに難しいっけ当てるの。いや難しいなウェーブは。十字じゃねえな。なんかあの、リボンのウェーブは結構当てやすいんだよな。当たった瞬間に両脇からピッて出るなってわかるが、このクロスは難しいな、これ。で、このビームは当てやすい。これでもビームも、レーザーも、このクロスウェーブも両方とも貫通してダメージを与えれるわけ。このパワーいいんじゃない。めちゃくちゃ OK。でもまあ、使い方としては、本来の方法でキャノンベースでダメージも与えつつやばかった時とか、まあ、プラスでダメージを与えるっていう方法が一番いいかもしれないな。じゃあ右にはまってやがるぜ。じゃあ OK。 つうわけでこっからちょっとボス戦まで早送りするぜ。でもう一回ここで確認するぜ。超アンチダメージウォールになったことによって、まあ、攻撃力が上がるよって。これが 1.3 倍上がる。で、さらに次が、このメイン、ツインタンクレーザー、言える。これ、前はツインでね、1本だった。まあ、これ2本になってくれたおかげで、まあ、さらに当てやすいし、ボスに大ダメージを与えやすくなったっつうわけ。で、まあ、そうなの。思った以上にヤディアにダメージいってねえから、まあ、ちょっとよ、やっぱ正攻法でいった方がいいと思うし、まあ、さらに、このバルキリーに遊撃つけるかっていうと、うんってなってたから、今までは。今回になってやっと遊撃をつけたらいいと思うが、まあ、今回遊撃つけたらどれぐらい上がるのかっていうのがまだよくわかんねえんだよな。まあ、あれに遊撃つけた分上がると思えば、まあ、強いかもしれねえが、あ、でも上げていいのかってみたいな感じもあるな、さすがに。で、この超強クロスウェーブ。まあ、リボンのやつは結構当てやすかったんだけど、こいつのクロスはイメージしづれ。かなり難しい、このクロスウェーブは。まあ、でも、威力がすごい出ることと、まあ、雑魚処理、あの、ヤディアをすぐにダメージを与えれるっていうのは結構優秀だよな。オッケー、そろそろボス戦やっていこうぜ。契約完了。よっしゃ、ボス戦やっていくぜ。なんとかスムーズに来れたが、まあ、結構キャノンベースを使わずにダメージを与えようと意識しまったせいでよ。いつもより時間かかった感じがある。なんかそれだよな、一番。この友情を使って、あれ倒そうとか、あの、矛にダメージを先に与えてやろうって思うと、逆にちょっと失敗する可能性があるから、もう本当に、ちゃんと正攻法を守りながら行った方が、これはいいや。で、そもそも艦隊で使う必要もね。で、SS がやっぱ自強か、まあ、動く系じゃねえから、まあ、ごめん、動く系なんだが、その、敵に張り付いたら、そのダメージを与えるタイプじゃねえか。だから、ラストゲージとか、この1個後のところとかの、その雑魚処理が意外と難しいわけね。そこなのよ。だから、今、困ってる人、この極がめちゃくちゃ苦手だなっていう人はよ、案外嬉しくねえ強化かもしれねえ。まあ、理想としては、ラストゲージとかで、触れた敵に大ダメージを与える、まあ、ゼウス前使ったてね、これが。そういう系とか、まあ、自強化で、もう動きまくって雑魚を処理するという、そっちの方がいいんだよな。で、これって要するにボスに大ダメージを与えるぜっていう友情なわけね。
そのボスに大ダメージ与える状況になってる時ってほぼすでに勝ち確なのよ。なんか意味ないっていう感じで、ここもちょっとよ、一旦雑魚処理はあんまりせずにダメージだけ見ていく。いけねえ、ちょっと待って、ちょっと待って。完璧によ、お遊びしちまったぜ。誰、何をやってるかっていうと、俺の経験上これって下に一回降りてデプス倒して上にはまるっていう方法よりは、なんか斜めに降りていってデプス倒して上に上がっていく方がなんか処理率高い気がすんねんな。あ、ちょっと待って、やばい、調子乗った。まあ今あえてこれ調子乗ってんのよ。調子乗ってる、ほらこの調子乗ってる最中にもあのヤディアがダメージ受けてるだろ。あの感じで、おめちゃほれ、やべえ、あと2ターンしかねえ。おー、ザ・ウェーブも当たらねえ。あ、いい感じいい感じ。おお、まあこういうわけでグダってもよ、ちゃんとこの友情で倒せるわけ。ヤディアがめちゃくちゃ強いじゃねえか。で、あの左上のバルキリーが次のバルキリーの可能性もあるから起こしとく。おい、起きろ。よっしゃ、オッケー。このパワーノララ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 、いや、十分強えな。本当に強え。いや、ちょっと待って、でもよ、さっきも言ったよね、さっきも言ったことをもう一回思い出してみると、これ強くなってるけども、結局ここの処理難しいままじゃねえか。簡単に言った場合よ、先に矛倒す感じ。あーい、ちゃだでもかよ。意外と狙いかないと横幅ねえから、いけるかと思ったんだが。矛を先に倒すのはきつい。みたいだな、これは。じゃあ、雑魚処理いくか。オッケー。怖いな、本当に。契約完了。で、雑魚処理の前に矛倒したとしてもよ、SS が本当にみんなに触れなきゃダメだから、邪魔なんだよな、あいつは。これでいけるか。うわあ、そこでイネバンするか。カークとかダメだった。これいける、これ。ちょっと起こすよ。だからやっぱりよ、普通に行った方がいいや、これ。惑わされるわ。ゆっくり降りていくぜ。で、あのアクアドラゴンとデプスの間に入って左に行って倒す。うわー、いやでももう角度分かった。これ次行ったはず。うそ、行ってこい。いや、オッケー、行った。で、あとは SS を使ったりしてぶちのめしていくぜ。あ、まずは矛を倒す。よっしゃ、ぶちかまっせ。よっしゃ、ウェーブが当たったぜ。あ、でもやっぱこれぐらいか。じゃあやっぱ先に矛を倒していくっても結構難しい。まあ感想で言うと、やっぱり今持っててヒプノスとか、まあ、適正ガブリエルとか持ってねえって人にとっては、まあ今までより少しはやりやすくなったなっていう感じなんだろうな。いや、結局ラストこんなに手こずるしな。このパワー、久しぶりになんかここすごい手こずった記憶がして、感じがして、めちゃくちゃなんか懐かしいぜ。さあ、中に入ってブリブリ出して出ていくぜ。あ、早い、すごい、逆転。さあ、つうわけだ、よかったらおめえらもお試しあれ。 OK。
そんじゃ次の夜会で会おうぜ。あばよ。いいからそこに並べ。俺が焼き寄せやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣きって仕方ねえ。